ちょっと皆さん、こいつのリーダースキル名をご覧くださいよ。あーってね、本当に。全裸でなーり発狂したじゃん、お前は。こんにちは、ウルス。今回ですね、公然わいせつ罪の服役を終えたエレン・イェーガー使っていこうかなと思うんですけど、ちょっとこいつのね、名前のところ見てくださいよ。人類の希望、エレン・イェーガーって書いてるんですけど、なんちゅう希望を与えとんじゃお前は。という冗談は食後に置いといて、なんで今回ねこのエレン・イェーガーを使っていくかなんですけど、昨日ね放送されました、仕事の流儀プロフェッショナルにこのエレン・イェーガーまさかの出演したということで、それを記念してね今回使っていこうかなと思います。多分ねなんかどっかでね見れると思うんで、まあ、調べてみてくださいよと。でこいつねなんか今回ねこの携帯使っていくんですけど、この絶妙なねなんでここやねみたいな感じの携帯使うんですけど、なんでこいつを使うかっていうとですね、こいつが一番地味に火力出るんですよ。この 50% 以上強化が強化されたおかげで一番火力出るみたいなね。でここは無効貫通させていただいて、ホノリン武器継承だね。でスキルなんですけど、スキル名駆逐してやる、めちゃめちゃ警察に恨み持ってます今この方で。7ターンで撃てるんですけど、 HP を 40% 回復からのバインド覚醒無効を4ターン回復からの1ターン閉鎖ということで、結構強いんだよね。なんで今回こんな感じのパーティーで100か4の方やっていこうと思います。それじゃあやってきましょう。はい、それじゃあね早速やっていこうかなと思うんですけど、このパーティーね見てください。操作時間がですね、なんと狂気のこれ5秒ということで、縄文時代のパズドラやってんのかっていうぐらいね、めちゃめちゃ操作時間短いんですけど、まあ頑張っていきましょうと。こんなんで OK、 これが限界だね。もうこれ以上もできないという、これ以上もこれ不可もないみたいな、そんな感じ。 OK、 さエレンがこれで種族性は完走してますね。まさかのこれね、奥最後までいけないと、これ根性も切れない時代ね、すごい。 OK、 これ使います。でこれでこれが溜まるんですよね、アンタレスが。でアンタレス使います。よし、でほぼずらすだけみたいな、ほぼねちょっとだけやらなきゃいけないっていうね、半自動ドアみたいな。 OK、 さあこれで、いやいいね、もうずらすだけでいい時代ですよ、パッツァラもね。もう校長先生のズラもずらしちゃうみたいなね面白くない。よし、いいんじゃない、これでね、もうこれで多分倒せるんじゃないかなと思うんですけど、いやね、いや皆さん見ました、このエレン・イェーガーが頑張ってる、このテレビのねところで頑張ってるところ見ました。いやめちゃめちゃ良かったね、なんか意外とねなんかネタに振ってるみたいな感じはめちゃめちゃ面白かったんですけど、見てない人ねぜひ見てほしいんですけど、いやなんかねエレンだけじゃなくて他にもなんかミカサとかね、リヴァイ兵長とかなんかいろんな方出ててね、なんか面白かったね。なんか途中でね、なんかどうやって仕事をしてるんですかみたいな、そういうシーンが始まって、このねなんか巨人の倒し方講座みたいなのが始まったんですけど、なんかミカサがね、いや巨人はこういうなんかうなじんところをなんか縦1メートル横30センチみたいな感じでこうなんか語ってる時に、なんかエレンとリヴァイだけなんか掃除の仕方だけ言ってたね、ずっと。なんか掃除、なんかこう頑固な汚れはアルカリ性で消しましょうみたいなね、お前何のテレビしてんねみたいな感じだったよね。これ使います。これ使って、76にします、やばすぎ。で、いやでも意外とこれでもいけてるんで、このままいこうか。無効貫通組んで、指が短いんでね、そこだけ気をつけて。よし、めっちゃ下手くそだけど、すっごい下手くそだったけど、まあいいんじゃない。なんかねめちゃめちゃ意味わかんないことずっと言ってたね。なんか酸性中性アルカリ性の洗剤を使い分けてやろうねみたいなこと言ってたり、なんかねどの汚れにはどの洗剤が有効かこう頭に叩き込めとか、リヴァイ編成長兵長ずっと言ってて、お前何ずっと言っとんねみたいな、そんな感じのテレビだったんですけど、これはどうしようかな。これエレン使います。さあ駆逐して、でこれでああそうか、これドロップがねすごい、もう4なんだっけ76の時だけすごいなんかテクニカルになるみたいな、そういう感じですもんね。まあこんなんで含めてるよね。オッケー、さあ危ないね、いやギリギリ危ないっていう日本語終わってる。オッケー、さあこれで、なんか次でもなんか倒せなさそう感あるけど、オーミラルなて、でこれ使うわ、盛り上がってこうぜ。よし、でこれ使って、よしいいね。意外とこの76ハマってる。OK さ、これでいいんじゃない。しかもね、なんか最後なんかね取材終わって、なんかエレンももう時間ないんで行っていいですかみたいな感じのこと言い出して、でなんか取材の人がね、いやー今回取材受けてくださってありがとうございますみたいなこと言ってたんですけど、なんか最後なんかエレン取材者の前でなんか巨人化して、多分あれ取材者死んだぞ最後。
ね、あれ見た人絶対、おい死んだやろ死んだやろみたいな感じみんな思ったと思うんだけど、いやあれ絶対取材の人死んだよね。なんか最後取材の人がね、なんか今日はお疲れ様でしたみたいな感じでね、エレンに握手したんですよ。でエレンもね、お疲れ様でしたって言いながら巨人化してたね。なんな至近距離で巨人化したら絶対死ぬって、絶対死ぬよねって思いながら、でなんか最後にね、このなんか曲あるじゃないですか、あの番組って、なんかずっと探していた理想の自分ってみたいなやつで、なんかね、あの、いやどうしようこれ、ロック解除がないんですよねこのパーティーね。終わってる。どうしましょう。これはドロップを6個以上つなげて消せばいいのか。じゃあこれ6個以上つなげて消しながら木も消すみたいな。オッケー、さあこれで5個になってる。待って5個になってたんですけど、皆さんまあ耐えれるでしょ、ギリ耐えれると思いますこれ。あ、そもそも攻撃してこないパターンね。ありがとうございます。助かりすぎ。危なすぎ、危ね。これ使いますね。この使っちゃおうかな。上げてこいや。OK で、こんなんで、いいね。いや、めちゃめちゃいいんじゃない ?OK さ、これで、この回復力が、すごい回復力になると。一旦待ってからでもよかったかも。やぶね、これ耐えてくれたのありがたすぎ。すごいありがたです。で、ここで、まあこんなかな、オッケー。いやいいね。でその最後にね、その曲の歌詞で最後になんか、あんまり僕も歌詞知らないんだけど、なんか前に進もうみたいな感じでこうなんか歌詞終わるんだよねこの番組って。なんか前に進もうっていう歌詞でこの番組が終わるんですけども、あの前に進もうのところで、あ、エレン巨人化して前に進んでたけど、あれ大丈夫、あれ、あのね進撃の巨人見てない方にはネタバレになってマジ申し訳ないんですけど、今から全人類殺しに行くよっていう時のエレンなんですよね、あれ。あの前に進み方間違ってるかな?その前に進み方ちょっとダメだよね。あの、全人類死んじゃうんで。いや、僕も死んじゃうんで。いや、すいません、みたいな感じなんですけど。いや、今日パズドラの話全然してない。オッケーさ、これで。最後のターンに突破したいね。うん、なんで。よし、これで、これ使って、ここから全力でいきます。さっきまで全力じゃないんかいみたいな感じですけど、OK さ。いや、いいね、ええね。いや、僕、進撃ガチすぎで、このパズドラのデート始めた時も、ほぼ進撃の巨人が始まったぐらいのコラボで始めたんだよね、これも。OK さ。いや、追い打ちないの、危なすぎ。で、ここにないよな。怖い、すっごい怖かった今。これ無効貫通組めてないんじゃないかっていう恐ろしさね。いや、ただあれか、追い打ち分だったらあんまり関係ないか。オッケーさ、これでボス来ました。ついにボスが来たと。で、これ使ってないけど大丈夫でしょうか、これ学園シルク。これ、あ、でも大丈夫か。これ最初手、あの攻撃してこなかったはずね。そうだよね、実は覚えてないけど、そうだよね。あー、危ない、スルンカイ TV です。これ使います。盛り上がってこうぜ、盛り上がっていきましょう。めっちゃ雑に喋ってる。まあこんなんでいいか。うん、オッケーさ、いいんじゃないでしょうか。これで学園シールクで回復もしながらで自動回復ループもあると、負ける気がしね、すごい勝てる気。オッケーさ、いや一発で半分いけてるし、しかもでこれもう勝てるんじゃない、2番で終わりだよみたいな。10コンボはいけるか。うん、無理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 。ちょっと待ってください、水属性になったら無理だね。ちょっと話変わってきますと、ただコンボは絶対にしたいんで、これ。いや、10コンボ足りるかな?いやー、これ闇落としたかった。あー、闇落としたね。申し訳ない。マジ。闇落としたわ、これ。いやー、ギリギリいってる。オッケーさ。いや、これでいい。いいね。で、次倒そうか。次倒せるはず。オッケーさ。吸収の色も良すぎると。エレン・イェイがこっちでね、すっごい空手回転しながら見てますけど。オッケーさ。激減か。これ使います。激減はちょっときついな。しかも相手まだ水属性だし。じゃあ。まあ、こんなんかな。オッケーさ。いや、いいね。いや、もうエレン入れても勝てる時代到来してますよ、このパズドラ。オッケーさ、これで。あれか、さっき学園シールフ使ったばっかりだったっていうのもあったのか。これ属性変われ。変わんねえんだよな。いつまでも変わらないお前でいてくれ。ありがとう。オッケーさ。どうします。これ使います。とりあえず一旦。で。まあこれが限界でしょうか。まあこれが限界で。オッケーさ。いや、火もう一個ちょっとつなげれたね、この一個分。オッケー。いや、ワンチャン倒せます、でも。いけた。
チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。